いやでもいいことだね、戻ってくるのは。こんばんは。いいこと、マジで。こんばんは。こんばんは。こんばんは。いやあの入荷はまああるんですけど、それよりもすごいこうニュースがあってね、今日大変だったね、昨日今日とね。そうっすね。うん、隣のテナントにリンゴ飴屋さんが入って、なんかすごい人気な、すごい行列ですよ。いや本当にすごい。多分住んでる地域にある人もいるんじゃないですかね、リンゴ飴屋さん。キャンディーアップルさんキャンディアップルさん、すごい人気。もう朝10時半ぐらいから、うん、もうお店の前はすでに大行列ということで。そうだね、閉店まで途切れることなかったもんね、行列がね。すごいです。本当にヘムステッチ界隈は、うん、すごく盛り上がっておりますので盛り上がってるように見えるっていうということで、そう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 、紹介していきますか、さらっと、はい。じゃあまず新作、今週の新作紹介をしていきたいなと思います。まずこちらのスウェットなのですが、はい、ヘビーウェイトでもなく、うん、こちら新型の、新型ですね、ミドルウェイトの裏毛のスウェットが新型として出ております。ミドルウェイトだと前までウォッシュドっていう形のがあって、はい、でウォッシュドヘビーウェイトか、ウォッシュドヘビーウェイト、はい、ヘビーウェイトで、あとまあジャージーズっていうこの3種類だったんですけど、今回このミドルウェイトっていう生地ですね、はい、でウォッシュドヘビーとかヘビーウェイトと比べて、なんかそんなこう目の詰まりもそんなガッチガチではないけど、まあでもしっかりしたスウェットで、はい、でまあそうですね、ミドルウェイトっていうぐらいなんで、オンスもちょっと軽くなってて、でシルエットも新しくて、セットインスリーブで、でちょっとこう丸みのある形、はい、ウォッシュドヘビーも、まあ、丸みはあったんだけど、それよりもさらにこう丸みの出るような形ですかね。だからオリジナルボディの中では一番大きめなサイズ感かなっていうところですかね、はい、ヘビーウェイトだと結構タイトめだった、タイト目とか、まあ、ジャストぐらいだったりとかするんで、シルエットは、うん、でこちらプリントではなくて刺繍が施されております、うん、お値段が 24,200円で、ブラックとネイビーもあったんですが、はい、速攻完売で、はい、残りこちらの M だけになっております。なりました。めちゃめちゃいいです。パープルは黒刺繍、はい、すげえいいシルエットだったね、本当に。これでネイビーもめちゃめちゃいい色、これもぜひ定番にしていただきたい、はい、まずこちら、はい、とハートありがとうございます。ありがとうございます。ハート来てますよ、ありがとうございます。はい、次グラミチ、こちらコラボ、初コラボですか。初ですね、初コラボのグラミチ、はい、G ショーツ、まあ、ベルト付きのショーツですね。でまあ、左裾にはワコマリアのグラフィックが入って、これも刺繍ですね。刺繍です、はい。右裾にはグラミチの刺繍がスペシャルだね。施されているスペシャルアイテムになっています。うん、こちらがパープルとベージュですね。はい、ベージュの2色当店入荷しております。はい、他にもね、半袖シャツ、トラックジャケット、トラックパンツっていうのあったんですけど、はい、まあ、うちちょっともうショーツだけですね、残ってるのは、はい、はい、になってます。で今りょうちゃん履いてくれてるんです、はい、そのままじゃあ L サイズかな、 L です。 L を腰履きで履いてます。 175cm で L サイズ着用です。グラミチのショーツ結構小さめなのが多いんですけど、まあやっぱこう別注らしくちょっとゆったりは作ってますかね。履けも通常のやつよりはちょっと長めに設計してるような、はい、まあ履きやすい形ですよね。でウエストはもうこのベルトプラスゴムなんで、はい、まあまあこれもフリーサイズだと思ってもらっていいかなっていうところですかね、
ちょっとこうかさついたしっかりしたナイロン生地で、まあすごいタフに履けるショーツですね。洗えるしすぐ乾くし。そうです。うん。本当に汗っかきな人にもおすすめなショーツになっています。うん、これがやっぱこうグラミチらしくていいよね。ベルトプラス、うん、このロゴが、うん、はい、ですね。はい、行きまして、こちらはまず一旦飛ばし、そうですね、歯ブラシ書いたやつを、はい、今ボスも来てらっしゃるのですが、うん、ハード加工の、うん、あ、レミレリーフです。そうですね、レミレリーフのハード加工のスウェット入っております。うん、黒と白で。そうですね、はい、今までのスウェット生地自体は多分一緒ですかね。まあ、ちょっと薄く感じるかな。薄い生地にで、いつもまあ加工はがっつりかけているんですけど、さらにハードな加工をかけてるんで、よりこうちょっと白っちゃけ具合が強いのと、プラス部分の加工もすごく強くかけてるんで、これ全部手作業でやってるんで、一個一個ちょっと風合いは違うんですけど、この袖のダメージだったりとか、この裾のインホールですかね。そうだね、インホールのちょっと穴開けてたりとか、ちょっとこのダメージのところが、うん、これはあえての加工なの で、不良品ではございません。そうです。で、まあ、世の中にちょっとこう製品染めとか、まあ、粗い加工入ってる普通のクルーネックスウェットっていっぱいあるとは思うんで、そこで何で差を出すかっていうと、まあ、生地の良さはもちろんなんですけど、そこでなかなか分かんなくはなってくるんで、ルカちゃんこんばんは。あ、ルカちゃんこんばんは。こんばんは、ありがとうございました。そうですね、だからそこで差を出すのは、まあ、シルエットと、まあ、シルエットもでも安いところも今もういろんなね、シルエットでこうかっこいいのとかできたりとかしてるんで、はい、まあやっぱり安くは再現できないのはこの手作業でやったり職人の技っていうところだったりとか、そのリアルな古着を追求した加工感みたいなのはやっぱりお金かけないとできないところなんで、そこはやっぱ自分の工場を持ってるレミレリーフならではのやっぱこの強みなのかなって思います。だから1枚で着た時になんかボロギー感には見えないよね。シルエットはちゃんと今っぽい、ちょっとこう丈の長さを抑えつつ、まあ、リブもこう締まってないんでストンと落ちるような感じで、もう袖はちゃんと溜まって、まあボックスシルエットで、うん、今っぽい形なのにめっちゃハードな加工とダメージが入ってるっていう、このバランスが、まあ、1枚で着た時に様になりやすいポイントなのかなと思います。あとこの首がの開きが結構広いんですよ。これもまたちょっとこう、うん、詰まってるとよりカジュアルというかヴィンテージっぽい古臭い見え方になったりするんで、まあ、ちょっとこの広いのもまたポイントかな。このアンバランスさがいいんですよ。古着っぽい見た目のくせに形とかは全部こう今っぽいっていう、これはおしゃれなポイントですね。インナーにもしやすいし、インナーにした時にね、またいいんですよね、このダメージのカーディガンですね。そうです。スウェットっていうほどそんなに厚手でもないんで、スウェットの中ではかなりライトな方なんで、まあ、こういうねカーディガンとか羽織ってインナーにするのもいい感じですね。最高の組み合わせですね。とオフがあります。はい、2万680円で、ML でご案内可能になっております。はい、ポケットもついてます。はい、はい、とまあ今週は、はい、今週の新作はこのワコと、あとレミレリーフのこのスウェットと、ショーツスウェットということで、はい、あとはおさらいという、そうですね、いきますか。おさらい、まずはワコマリアの、こちら、モヘアカーディガンですね。うん、当店はブラック完売で、はい、あとは残りわずかということで、はい、ホワイトとブルーが残っております。はい、薄手のモヘアなんで、すごいこれからの時期も全然長く活躍できる。もう夏以外全然いけちゃうんで、
残り M M MM ですね。MM で終わりだ。MM で終わりです。49,500円で。はい。残り1枚ずつになっております。ちょっと着てみようかな。はい。バシバシコメントください。りょうちゃんはトラックジャケット。じゃあまずボスから。はい。もう部屋水色。いやいい色だねこれ。本当に。あれですね。うん、仙台もだんだん気温が上昇してまいま。はい。大丈夫。大丈夫。ちょっとね、今日疲れちゃったかも、うん、そうだね、ちょっとね、混んでたしね、ちょっと参っちゃってる、うん、今日ちょっと滑舌がね、はい、意識してもらっていつもより頑張ります、はい、ということで、ね、春っぽい春っぽい、うん、カーディガンが、うん、入荷してます。はい、無地です。無地でしょうということで、そう、薄い水色よりもね、はい、なんかこうよくある水色よりもちょっと濃いめなんですよ。濃いめですね、このブルーが絶妙なカラーで、はい、薄すぎると可愛くなりすぎたりとかちょっと軽すぎたりとかするんですけど、まあ、そんなこともないいいブルーですね、はい、ブルーもいいけどレオパードも良かったですよね。レオパードも良かったんですよ、はい、最高でした。そうなんですよ、まあ、あくまでニットはやっぱ結構名品揃いなん で、 そうです、ね、無地ももちろんいいですし、あとはレオパードとかね、そういう柄物はやっぱ定評あるんで、まあどのニットもいいですよ。最高です。本当つぼったニットは買っといた方がいいかなと思いますね。うん。水色カーディガンたまらないんです。いやいいですよね。そうなんですよ。しかも意外とこの色合わせが楽なんですよ。楽っていうのは黒みたいに何でも合うっていう意味ではなくて、まあ何でも合いやすいんですけど、なんかこうおしゃれ見えしやすいというか。結構色物とかに合わせても難なくハマってしまって、さらにちょっとこうそのバランスで合わせるのおしゃれってなりやすいというか、これにベージュのパンツ合わせたりとか、まあ同色のブルーのデニム合わせたりとかもいいですし、そうですね、これ何合わせてもいいよね。最高です。カーキのパンツとか合わせてもいいしね。全然もうグレー、ブラックとか、まあ、モノトーンはもちろんいいし、ブラウンとかしても結構相性良かったりするんで、そういう意味のすごいおしゃれ見えする楽なカラーではあるんですよね。ショウさんのブランドのエクソダスのカーディガン買いました、うん、いいと思います。いや何色買ったんですか、どっち行ったんですかね。3色ありましたね。あ、3色か、あの刺繍ついてるやつね。そうです、エクソダスいいですよね。買いましたか皆さん。皆さんどうなんですか、うん、いいっすよ、かっこいいっすよ、エクソダスね。じゃあ、りょうちゃんトラックジャケット、はい、続きまして、うん、こちら、先週発売の、うん、クーティプロダクションのトラックジャケットですね、新作です、はい、175cm で M サイズ着用しております。先週も言ったんですけど、こちらに、ポケットがあります。2個の大きめのざっくりとしたポケットがあります。特徴的にはドローコードが入ってるんで、うん、あのシルエットの変更も楽々できちゃいます、ね、これはありがたいですよね。個人的には結構ガッチリ絞って、うん、こんな感じで、そうですね、着上げて今期のオーバーサイズは、うん、まあ、今までってオーバーサイズ の、 そのどれだけちょっとゆったりしてるかみたいなところに皆さん結構集中してきて、そこのバランス、上のボリュームと下のボリュームみたいなのに集中してオーバーサイズいろいろ楽しんだとは思うんですけど、これからはなんかそれだけじゃなくて、今度丈のバランスというか丈の長さとか、なんかそこら辺が結構今度シビアになって見ていくと面白いところなのかなと思うので、まあ、こうやって丈が調節できるアイテムっていうものはすごくここから
見え方を変えれていいんじゃないかなと思います。持ってるパンツに合わせた時も、細いパンツの時はちょっとギュッと締めて上で着たりとか、太いパンツの時は緩めてドカンと着たりみたい な、 なんかそういう使い分けもできるんで、うん、元からすぼまってるスウェットとかも丈は調節はできるんですけど、ただこう開いたりはできないので、これ調節できるやつだとありがたいですよね。175センチで M サイズ着用です。 M だ、これ、これ M です。 M でも全然いい感じです。うん、スウェットの上に着てたもんね。スウェットの上に着てます。あとこちらもお忘れなく、これはラストですか。これラストです。スビンのスビンワッフル LS クルー、はい、これもまたいいですよ。めちゃめちゃ良かったね。触るたびにいいなと思うこれ。まあ、29,700円なんですけど、そうだね、それ以上の価値あるんで。そうそう、29,000いくらだっけ。700円でサーマルのカットソーかって思うと高いんですけど、 ね、そんなことないんで、本当にこれはマジで、うん、そんなことないんで、めっちゃいいんで、うん。先週通販でクーティのサーマル購入しました。トラックジャケットも買うか迷い中です。ありがとうございます。どうでしたこのサーマル。良かったですよね。めちゃめちゃ良くないですか。思ってた以上じゃないですか。あの変に強要してるみたいな感じになってるんですけどそうなんですよ。とにかくこれめちゃめちゃ良かったんで、でこれと、まあ、トラックジャケットが先週ちょうど入ったんで、はい、その合わせで写真撮ったりとかしたんですけど、まあ相性は良かったですね。最高です。うん、トラックジャケットはやっぱどうしてもスポーティーによりがちなんで、まあなんかスポーティーなアイテムと、まあ、ちょっとこう綺麗なね、綺麗に見えるインナーみたいなのはバランスすごくいいので、トラックジャケットにプリントティーとかももちろんいいんですけど、で下もそれでカジュアルにねデニムとかトラックパンツとか合わせるとかなりスポーティーで、足元ちょっとボリュームあるスニーカーとかスポーティーなスニーカーとか合わせちゃうと、まあ、あまりにも、うん、偏りすぎなんで、まあ、そう見せたい場合だったらそれでいいんですけど、そう見せたい場合じゃない時に合わせるアイテムとしてはこういう綺麗に見える無地カットソーととかはおすすめなんで、うん、まあ、インナーでこういうシンプルな綺麗に見えるもの持ってるとパンツも結構自由になるし、上に羽織るものも自由になったりするんで、まあ、間のアイテムっていうのはすごく重要なのかなと思いますね。グラミチのパンツ終わっちゃいました。終わってないですよ。まだまだあります。はい、はい、今履いてるんですよ。履いてます。そうです、今履いてます。L と M の差どのぐらいですかってコメントいただいてて、ちょっとまだ返信できてなかったんですけど、はい、そうなんですよ。ちょっとあと俺測りますね、今これ。でりょうちゃんが今175cmでL サイズ、L です。ちょっと腰巻き、はい、で履いてる感じです。ウエストどうなの。いやもうそんなにきつくもなく、きつくもなく、まあ そ、 ね、そのベルトがついてるんで、うん、あの自由自在にこう、はいはいはい、絞ったりとかできちゃうんで、はい、これは全然こうギュッとは絞ってないんで、はいはい、こうルーズに試着してます、うん、履いてます。サーマルめっちゃ良くてもう一枚欲しくなってしまいました。ありがとうございます。あの期待以上のコメントをしていただいてありがとうございます。本当に最高です。そうなんですよね、皆さん、あの実際買った方からのコメントなんで間違いないと思います。別にお金とかは発生してません、はい、そのコメント僕です。 M と L、 そうですよね、はいはい、あの確認しておりました。ごめんなさい、ちょっとバタバタしておりまして。なんで今ちょっとサイズスペックってもう出てたよ。あ、出てます。少々お待ちください。どんぐらいの差なのかっていうね、気になりますよね。ウエストがまあだいたい6センチくらい差はあって、股上は1センチ、股下1センチ、裾幅1センチ、まあ1センチピッチですね。で変わるような感じなんで、
そこまで下のシルエットは影響ないかなと思うんで、まあその体格とかでサイズ合わせてもらっていいかなと思います。スウェットパンツとかと違って、まあ、ナイロンのパンツなんでゴムが入ってるとは言ってもその限界の伸びみたいなのは結構途中で止まると思うんで、やっぱ体重とか体格で合わせるのがいいのかなと思いますね。グラミチのショーツはワコマリアのボードショーツとサイズ的に変わりませんか？あんま変わんない気がしない？どうなんだろう。ちょっと長い？比べると、うん、グラミチの方がボードショーツよりかワンサイズアップっぽい感じはします、うん、ちょっとゆったりしてると。ボードショーツ僕も持ってるんですけど、うんうん、去年のやつで XL 入って、うん、まあ、こんぐらいなんで、うん、あ、なるほどね。でこれで L なんで、はいはいはい、まあ、ワンサイズアップぐらいって思っていただけたらなと思います。はい、はい、で同じぐらいのサイズ感が欲しい人はそれをちょっと参考に選んでもらって、まあなんかそんなにこだわりないよって人は、まあウエストは多分同じぐらいだとは思うんで同じサイズで買ってもらったりとか。そうですね、ボードショーツの L がちっちゃかったっていう人は多分今回の L でも多分ちっちゃいような気がすると思うんで、そういう場合は XL にしてもらったりとかした方がいいとは思いますね。ワンサイズアップ買っても間違いはないかなと思います。うんうん、すいません個人的なこと聞きました。いや全然いいですよ、もう個人的なことをガンガン聞いてほしい回なんでこれは、はい、コメント大歓迎なんでね、バシバシください、うん、エクソダスのカーディガンって入荷ってありますか？うちはそうなんです、ちょっと取り扱いなくて、最初の6店舗かな、はい、だけの取り扱いみたいなんで、まあ、今後ちょっとうちもね展開できればいいなとは思ってるんで、はい、ちょっとそこは楽しみにしてください。頑張ります。はい、おせいちゃんかな、ハートありがとうございます。キング、キングさん、キングマスクしてどうしたんですか、風邪ですか？うん、ワコのスウェットの裏地は裏肝ですか？裏毛ですね。裏毛になります、はい、でちょっと製品染めっぽくなってるんでこのアイテムは製品染めとかピグメント台ってよく聞くと思うんですけど、一応説明しておきますね。製品染めとかピグメント台っていうのはこの商品を作った後に染めるっていう方法です。はい、商品、製品染めの英語がピグメント台なんで、はい、それやることによってちょっとこう独特な風合い、全体的に同じ色合いになったりとか、ちょっとこうかすれた色合いになるっていうのがその商品ですね。はい、ほんとそんぐらいですかね。そうです、はい、裏毛です、これは裏毛です。はい、裏肝のスウェットは今のところヘビーウェイトとジャージーズかな。そうですね、はい、うん、ウォッシュドヘビーも裏毛だしだよね。はい、うん、そうです。今スウェット4種類使ってるってことです。で次のスポットではなんとジャージーズのパーカーモデルっていうね、初登場、お楽しみ、いいシルエットなんじゃないかと思います。期待してますね。はい、毎週何かしら入ってますからね。また来週もありがとうございます。いえいえいえ。ありがとうございます。で、あとこのレミレリフのスウェットのこれ白、これが結構個人的にはおすすめで、白の加工スウェットってやっぱ難しいんですよ。加工の風合いが出にくいから。まあ、黒だとか他の色物だったら色を落とせば分かりやすく色落ち感出せるじゃん。でも白って色落ち感を出せないから。他のメーカーってあんまやりたがらないんだよね、こういう白のセットに加工を入れるみたいな、ちょっとこう古着感出すみたいなの。そこはやっぱさすがレミデリーフだからこそ、ぜひねこの白の凄さっていうのも味わってほしいですよね。これも着込んでいくと黒とかよりこう色抜けて白っぽくなったりとかするんですけど、こっちの場合はちょっとこう黒ずみ出てきたりとか、まあ、本当にいい風合いが出てくるんで、白カットソーとか欲しいんだったらなんかちょっとこういうのに挑戦してみてもいいのかなと思います、ね、いや本当にこれはねすごい近くで見るとレミのスウェットは、うん、こんな感じですか？とまあこんな感じです、うん、なんかありますか気になること、全然関係ないことでも大丈夫なんで。
言ってもらえれば。白も、白カーディガン系。武田リーフはどう重いリーフですか、うん、キヨさん。クロワッサンちょっとクロワッサンミーティングしましょう。キヨさんに問いたい。ちょっとワクワクしていったんだけど。違った？違う結果が得られました。キヨさん言ってたのと違った？ちょっとえ？ちゃうやん。武田リーフはどう思うリーフなんていうのにちょっと。答えてもらわないと難しいね。武田リーフ、うん、あ、もう大丈夫だよ。 OK です、うん、よかった。好都合、好都合。白カーディガンいいですね。すごくいいですね。これいいですよ、キヨさん。このカットソーね、まさにキヨさんなんかはちょっと最近ちょっと髪伸ばしてちょっとこうセクシーな雰囲気が出てきてるんで、パーマミディアムヘアで、でブーツも買って、でパンツもちょっとこう綺麗めなの増えてきてるんで、パンツ綺麗めブーツで髪もちょっとこう雰囲気ある感じってなった時に、こういうダメージ加工とかカジュアルなものを合わせる、このバランスがめちゃめちゃかっこいいと思いますから、はい。和子のミドルウェイトのスウェットはジャージーズのスウェットより大きいですか、まあ、そのサイズ感ねちょっと難しいんですよね。どうだろうね、大きく感じます、でも L と L だったらこっちの方が大きいよね。大きいですね、確実にね、はい、一応僕今着てるのは XL なんですけど、うん、これ XL ね、はい、これが M です。 M 同じぐらいかもしれない、ひょっとしたら。袖丈のたまりとかは若干違くはなってくると思うんですけど、あとまあ、うん、ジャージーズってこう折れるんで、うん、これはまあリブがこっちの方がミドルウェイトの方が、うん、リブは甘めになってるんで、はいはいはい、まあ、シルエットは違くはなってま、ね、まずね、うん、で大きさの雰囲気で言ったらワンサイズ方が、はい、あ電波弱いってきちゃった、こっちの方がワンサイズアップぐらい、うん、だと思ってもらっていいかもしれないですね。大丈夫かなと思います。はい、この松何歳になったの、佐伯よりは。佐伯さんお久しぶりです。俺何歳になったん、3月で35になりますね。俺やばいっすよもう。あ、さゆりさんってあの、うん、あ違うっすか、そうさゆりさん、あのさゆりさん、あのさゆりさん、ああお疲れ様です。あのさゆりさん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。見ていただいてありがとうございます。35になります、私、はい、なっちゃいますね。大変だ。りょうちゃん何歳になったの？20、今年で28です。おお、いい年齢だね。わたるくんはちなみに30ね、うん、いい年齢になるね、うん、キモい。やばい、アーカイブ残る。、うん、そんな感じですか。そんな感じで大丈夫ですか、皆さん。あとこの辺の質問大丈夫ですか。あ、りょうちゃんこれ最後 M 着てもらうね、はい、ちょっとこれのサイズ感ちょっと覚えてもらって、これジャージーズの XL です。 XL、 はい、これがね、でこっちミドルウェイト着てもらって、ちょっとサイズ感どんなもんなのか。ミドルウェイトの M 着たらジャージーズの XL、 2サイズ違いってことか。じゃあ2サイズ、うん、ちょっと1サイズ違いだともうちょっと参考になりやすかったのかもしれないですけど、今ちょっと M しかないんであれですけど、でもなんか同じぐらいになりそうな気がするんだよな。ジャージーズって縮んだ？若干縮むっすね、うん、でも若干です、ビビタル、うん。ちなみにショーツの M 履いてもらうこと可能ですか。あ、大丈夫ですよ、りょうちゃんに履いてもらった方が分かりやすいですよね。ちょっとりょうちゃんに履いてもらいます、 M サイズ。じゃあちょっとお待ちください、はい、じゃあまずミドルウェイト、いやなんかちょっと同じぐらいと言ってもいいんじゃないかなって思うんですけど、はい、私はこれが、ミドルウェイトの M サイズ175で、はい、M 着用です。はい、同じぐらいかもしれないですね。そうだ、結構大きめですね、ジャージーズに比べれば。
アームの太さ、うん、確かに M でもなんか良さげだもんね、はい、全然 M か L か悩む感じですね僕は。だよね、おそらく購入するってなったら、はい、じゃあ次、ショーツ、はい、これ覚えてくださいね。 L サイズです。腰履きです、はい、175cm、65kg で L サイズ今これ履いてますね。でこっからちょっと M に着替えてもらいますんでちょっと覚えてください。俺も今大体覚えたんで。ブルーのカーディガンの XL 在庫ありましたら着てもらうこと可能ですか？ブルーのカーディガンもないですよね、はい、完売です。 M だけ？ M だけになっちゃってました。すいません。ちなみにサイズ感迷ってましたら身長とか体重言ってもらえれば多分このサイズでいいんじゃないかっていうのはアドバイスできるんで、差し支えなければぜひ言ってください。パープル、パープルでね。ブルーのカーディガンいいですよ、うん、この色ですね。本当に何でも合いますからねこれパンツ。もちろんカラースラックスとかと合わせて。どうですかウエストとか履いた感じ。ジャストです。ビタって感じ。ビタです。ちょっと確かにこう細くは感じるね。これで今 175cm、 65kg で M サイズ今度履きました。なんかこう見てわかるわ。ちょっとなんかこの辺に余裕がない感じ、はい、あと、丈、うん、も上がって、うん、そうですね。どうですか？ここは L がいいですね。伝わりましたかね。山本さんですかね。そうですね、山本さんどうですか？はい、ゆったり履くのであれば。そうですね。で膝上で履きたいっておっしゃってたんだけど、でもまあ多分上げればね、上げれば全然 L でもね、はい、上げれるんで、はい、だ結構そのがっちり体型っておっしゃってたんで、まあちょっとやっぱ余裕持って履いた方がいいと思うんですよね。L でいいかも。L でいいと思うんですよね。いいはい。はい。L でいいと思いますね。はい、いやいいねミドルウェイト本当に。お客さんも言ってたけどなんかこう無地の展開とかもね。お願いします。あったりとかしたらいいよねって。まあ、今後定番になりそうな気がする。ただこの色みたいな展開は多分ないような気がする。そうですね、黒とグレーはあるけど、なんかネイビーとパープルは違うカラーに変更になりそうだし、感じですね、はい、いつもの感じを見るとね。なので気になってる方はちょっとここで手に入れてもらえればと思います。はい、うん、ありがとうございます。 L が良さそうですね。 L でいいと思いますよ。そうですね、はい、まあ、でも実際ねこうやってお見せできればまたちょっとこう変わってくるかなと思いますんで、まあ、本当はね履いてもらえればいいんでしょうけど、うん、女性版ハリウッドチェーンソーアロハはいつ頃発売でしょうか。今確認いたします。ヒロさんありがとうございます。アロハシャツもスキーが結構バラバラなんでね、入ってくるものによって。ハリウッドチェーンソーシリーズは全部同じ月に入ってくるのかな。4月、アロハは4月です、ね、アロハは4月です。はい、 T シャツ、あ、女の人は、うん、あ、すいません、3月、メインなの5月、5月です、5月です、すいません、5月でした。なんか違うのを見てたね。悪魔の生贄が、生贄が4月です。4月です、4月ですね。女の人の方は5月です。はい、ということですね。すいません、はい、はい、
です。大丈夫ですかね、あとは、はい、大丈夫であればちょっと今日はこの辺にしようかなと思っております。ありがとうございます。ヒロさんありがとうございます。いえいえ、こちらこそコメントありがとうございます。とまあ、引き続き、オンラインストアから、チャンネル登録アプリですね、はい、チャット機能使ってください、はい、ぜひ本当に LINE ぐらいのテンションで気軽にコメントください。お願いします。よろしくお願いします。今日もありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。参考になりました、ありがとうございます。いえいえいえ、ありがとうございます。コメントありがとうございます。本当に嬉しいです。見ていただくだけでも本当に嬉しいんでね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。また来週。